と過ごしたあの日々を離れて初めて気づいたんだ。それがどんなに大事かってことを、僕らの距離は遠いけれど、僕らの心は寄り添って、今こうして奏でた音、思いが重なる。諦めないで、大事な君のため、あともう少しだけここにいよう。もうすぐまた笑い合える。その中で気づけなかった家族のぬくもり、ありがたさ、一緒に過ごして気づいたんだ。それがどんなに大事かってことを、僕らの場所は同じだけど、僕らの心が閉じていた。今こうして奏でた音、心が溶けてく。未来を見つめ、大事な君のため、あともう少しだけここにいよう。もうすぐまた走り出す。